ちは。こんにちは。はい。さあ、いよいよ今夜から交流戦がスタートです。楽しみだな。楽しみですよ。何が楽しみの？いや、セパとこう当たるっていう、あのピッチャーとあのバッターの対決とか、そういうのがやっぱり楽しみですね。どっちが強いと思う？ずっと言われてきてるのはやっぱりパが強いっていうイメージがあるので、パなのかなって。俺は背の方が強いと思う。それは今年っていう意味でですか？昨年からもちょっとこう、なんかこう変わってきてるのは、バッターとしてセリーグの方が優秀な感じがするよ。技術的に高いという。いや、パワーはパリーグの方があるよ、もちろん。でも技術的にはボールを見逃すとかさ、ボールを見極めるとか、そういうのはやっぱセリーグの方が高いし、だからセリーグは、まあ、3割バッター多いじゃない、10決見てもね、でパリーグはあまりいないという、まあ、そういう現状もあるし、さあ確かにパリーグのピッチャーは優秀だよ、優秀だけど今年ちょっと打たれてんだよね。そうですね、まあ、山本由伸にしたってそうだし、高橋光成だってそうだし、今井だってそうだしね、なんかこう打たれてるんだよ。だから俺はなんかセリーグの方が勝つような、そんな気がしてる。おお、じゃあ今シーズンはセリーグがちょっと上位を占めるんじゃないかと。まあ上位というか、そんなにセリーグの順位が変わらないというか、まあそういうことになってる。なんか交流戦入った途端に順位がみたいな、どうしたみたいなのあるから、それはないような気がする。ただ見物は、見物はやっぱ阪神の岡田監督が DH を採用した時にどういう采配を見せるかだよね。おお、まあ、例えばあのピッチャーのところで結構ポイントがあって、まあ、前回あの巨人戦にやった桐敷を1対0で負けてる場面で、6回に打席が回ってきた時に代打を送らなかったんだよね。そうです、まあ、先頭バッターをが出てバントのシチュエーションだからっていうことでは俺はない、桐敷を引っ張ろうと思ったんだと思うんだよ、なぜかというと後半ジャイアンツに勝てるという勝算があったから、まあ例えば先発ピッチャー横川が抑えてたよ、まあだけども、いやこれ系統に入った時にはジャイアンツのピッチャーとうちのバッターたちは打ってくれるっていうふうに、多分計算もあったと思うんだよ、だけど DH になったらそういうシチュエーションがこう少なくなる。代打を送るとかね、まあ、そうなった時に岡田監督がどういう作戦とか、どういう投手交代だとか、系統とか見せてくるんだろうっていうのは楽しみだね。そうですよね、もういきなりあの今夜あの西武と当たるので、もう DH じゃないですか、前川選手を DH に置くと言ってるらしいです、これはこの選手もね、めちゃくちゃいいからね、これ1年目の時から、コールンコーは打ち方が違うと思ったもん。で、与座かな、今日、そうですね、今日は西武のピッチャーがね、まあ、今日だけのことに関して言うと、ミエセスを外して、まあ、前川というね、で1軍から、2軍から上げてきて、即スタメンという。これ即上げてきて、即 DH、しかもあの DH に置くっていうのは、これ結構いや守りの負担がないよね、はい、だからもうその打つだけに集中できるし、でも初スタメンでしょ、はい、ということは相当な緊張感って言うけど、そんなことは関係ないよ。やらなきゃいけないという状況に追い込まれるから、はい、阪神の場合は首位だし、そんなね、私が初出場ですみたいなそんな悠長なこと言ってられない、はい、いやだからこれは楽しみだよ。すごい。もうぜひ前川に注目してほしいのと、まあ、阪神ばっかり話してると怒られそうなんで、巨人、はい、巨人もうね DH のもうなんていうの方向方向というのいいこと言ったな、方向の中のトップ中のトップ、誰だと思う？ DH のトップ中のトップもう一人しかいない、ウォーカーなんだよ。あ、そうか、ウォーカーが入るとやっぱジャイアンツ打線はちょっと変わってくるよ、またそうです、ね、まあ、全体的には悪くはないんだけど、ウォーカーが一人入る、守備がいらない、そうなってくるとやっぱウォーカーのいいところが出てくるよ。これは楽しい。もう原監督は常々ね、やっぱりセリーグに DH を採用してほしいっていうふうにおっしゃってただけに、やっぱりこの季節が来たってことでしょうね、そうだね、で打てないヤクルト、なんかつながらない、これ川端入れてくると思う。
DH に、うん、もうやっぱり代打1打席っていうよりも打線の流れを作ってほしいから、はい、おそらく川端が DH に入るかなっていうふうに思うよ。あのバッティングはね、やっぱりね、もったいない。そうですね、うん、それと広島は松山。そうですね、松山もこれ渋いそうなんですよね。だからそういう意味では DH になって出たくても出れなかった選手がどんどん出てくるということは非常にいいよね、はい、だからセ・リーグで言ってみるとやっぱり DH でどの選手っていうところがキーポイントになってくる、まあ、もちろんそうですよね。だからまあそれと DH、DeNA はオースティンが入ってきそうな気がするんだよね、はい、でオースティンがまだ結果出てないよ、はい、でも DH できっかけをつかめば打線に厚みがもっと出るから、はい、だからこれはやっぱ楽しみやな。そうですね、しかも DeNA 今あの阪神と6ゲーム差なのでやっぱり交流戦で一つでもちょこう差を縮めたいっていうなるとやっぱり打線に厚みを持たせて、まあ、それはもちろんそうだね、もう打ち勝つだったりとかってことになってきますよね。中日は DH 採用しないんじゃないか。しま す, す, するか。DH はいやいや誰を入れるよ。外国人。まあそうだな。キーノとか。あキーノアルモンテとか。アルモンテとかですかね。まあでもどうなんですかね。ブライト健太選手も上がってきたりとかしてますし、どういうふうにするの。まあ若手にチャンスを上げてもいいけどね。うん、まあチーム状態がこうだし、はい、やっぱこう成長過程にある選手がたくさんいるから。うん、だそういう意味では、はい、若手を、ね、もう大抜擢して使ってもいいよ ね,、うん、そ, うですね。それできっかけをつかますとかさ、はい、まあ、それはありだな、うん、まあ、ちなみに中日はソフトバンクといきなり当たるんですけれども、ソフトバンクも、うん、だ一頃の強さよりは若干落ちてるし ね,、うん、ね、だから、まあ、そんなに怖くはないと思うよ。まあ、しっかりはしてるけどね、チーム的にはね、はい、しっかりしてるし、やっぱ選手の経験値が高いから、はい、やっぱ負けられないというね、緊張感のもとで戦ってくるからね、はい、それ難しいと思うけど、うん、まあ、だけど、そんなに怖がることはない、だと思う。ただし、はい、攻撃は7回まで、モイネロースナは打てない。これは打てない。7回までになんとか7回までリードしてないと。7回もワンチャンチャンスはあるかもわからないけど、はい、ほとんど6回までの攻撃って考えておいた方がいい。厳しくなってきますね。だからね、ゆうちゃんのことしてられないんだよ。で最初に出ました、はい、最初はあの大量点狙うから打たしていこうなんて、うん、違う、もう1点ずつでいいから積み上げていかないとダメだよ。小刻みでいいからってことですね。 いや本当本当、そんなね大量点なんか取れないから。そうですね。ほんで1対0、はい、7回に入りました、うん、終わりだから。もうそうですね、この1点が10点に感じるよ、本当に。まあ盤石ですからね。盤石盤石、そうですね、うん、ね。あとパ・リーグでなんか、はい、あの注目してる選手だったり、このチームの戦い方、あのね、球場的にはエスコンが初めてになると思うんだよ。そうです、ね、セ・リーグは、はい、そうなってくると、はい、あそこの球場の守りにくさだとか、はい、いろいろあるよ、慣れてないと、うん、素晴らしい球場なんだけど、はい、やっぱねちょっとまた違う。だ外野もいびつになってるし。そうなんですね、うん、でセンターは本当入らないから。これヤクルトがいきなり当たるんですけれども、うん、エスコンで。ヤクルトオープン戦でやってないかな、エスコンで、うん、あ、じゃあちょっとイメージちょっとね、 まああるんだ、イメージはできてると思うんだけど、はい、やっぱねまだね芝の付きが悪いとか、はい、芝の長さで全然変わるとか、バント処理だとか本当難しいから、あそこは。あ、そうなんですね、うん、だから日本ハムのその失策数だとか、うん、ミスが増えてるのは、まあ、そういうこともあるよね、本拠地にしてるから、うん、やっぱ本拠地にしてる日本ハムですら、うん、まだ完全に慣れてるわけじゃないから、はい、それは今宮が2試合連続エラーするとかさ、うん、考えられないけど、考えられないことが起こってんだよ、はい、だからエスコンでやるチームは気をつけた方がいい。そうですね、まあ、セ・リーグ、うん、まあ、当たりますけれどもね、一通り、まあ、だからエスコンでやるセ・リーグのチームっていうのもまず一つ注目だよね。例えばそういう時だけかなり守備に力を入れる選手を置くとか。そんな余裕ないよ、誰がうまいんじゃん。いるからね。まあまあ、でもやっぱ守備固めとかいうふうに考えるとね、うん、はい、やっぱこう勝ってたら早めに手打っといた方がいいよ、ポロっていうこともあるんですよね。そう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 、うん、だからサードコーチャーも難しい。なぜかというと1本のヒットで回そうと
止めたらいいけど、はい、ボールが返ってこないとかね、ポヨンポヨンってとか、はい、もあるし、だからサードコーチャーっていうのはすごく判断が難しいよ。そうですね、うん、この相手チームのっていうことになりますね、サードコーチャー。そこもじゃあ回すのか回さないのかっていうのもちょっとこれも注目で見たいですね。いやいや見たい見たい、うん、あとはZOZOの風いや吹きゃやっぱあそこは慣れてないと半端ないから。柳がね、はい、ZOZO で完封か完投かなんかした時に、はい、やっぱ ZOZO を意識してブルペンでずっと練習してたっていうんだよ。昨年かそのぐらいだったと思うんだけど、はい、やっぱこうストライクがボールになっちゃうからね。そうですよね、風で流れて、うん、とかそういうことも意識しながらブルペンで ZOZO の時登板予定だったから、はい、練習の時から意識したとか、やっぱね、球場が持つ特性というのを、はい、やっぱ自分のものにした方がより戦い方は簡単になっていくよね。そうですよね。ということはセ・リーグのチーム、例えば ZOZO で投げる投手、もう ZOZO 対策で、例えば相性のいい投手とか持ってくるとか、相性のいいピッチャーじゃないですか。お前そんなにお前簡単に言うけど、それはね、なかなか難しいわ。あだけど風が吹かなかったらいいけどね。そうですよね、風が吹いた途端にもう土地狂うから。あそこはそうですね。いや本当に本当、だからまあそういうこともやっぱり気をつけなきゃいけないし、はい、まあ、西部の人工芝っていうのは張り替えをしたみたいだし、うん、今年ね、はい、だからまあそういう人工芝にも慣れなきゃいけないしという、だからいろいろまあ事件は起こりそうな感じがするけど。そうですね、球場によって。いや本当本当ですよね、うん、やっぱ梅雨時期に入ってくるからね、これからね、湿度も多くなったりとか、外の球場っていうのは、はい、大変になってくるだろうしな。そうですね、うん、で雨でね中止になるチームも出てくればスライドになったり、あとは予備日でもう詰めてになっていったりします、ね、まあまあそうだな、だからまあそこら辺、まあ、スタミナとかね、はい、まあ、そういうのをね、うん、考えなきゃいけないし。そうですね、あとはやっぱ DeNA はバウアーかな、戻ってきませんね。いやまあでも細川の2本のホームランだけに抑えたでしょ。 はい、あいつは何者だみたいな最初から調べとけっつうんだよパワーもましてや、もう同じチームにいたんだから情報もらっとけよって話じゃない。そうですね、あいつは何者だって。いやいや遅いわお前ってあれだけデータ重視してる投手が、そうそうそう、あれだけお前データ揃えてんのに、そうそうそう、あいつは何者だってこれから調べる必要があるんだよ。遅いは打たれてからじゃん。本当そうですよね。あの2本がなかったらお前完封して勝ってるよみたいな。そうですね。ただ状態はどうなんですか。パリ以外でいけそうですか。あ、まあ状態、いやーでもね、あの手のパワー系でどんどん来るピッチャーっていうのは、下手するとカモになる可能性がある。だ危険って言えば危険、危険っては危険、ハマる。ただ初めて当たるからね、はい、うん、まあセリーグの連中も初めてだけど、はい、まあ、広島なんか2回目に攻略したけどさ、うん、だけどそういうデータ重視でやっていくと打たれたんでセ・リーグはね、はい、だけど、まあ、パ・リーグもデータを持ってると思うけど、でもやっぱ初見ということではやっぱ通用していきそうな感じもするしね。そうですね、うん、だから期待してるけど、まあ、前もって調べるようになったら調べとけって普通はそうなんですけど普通はそうだろう、はい、用意周到型じゃないんだよねあいつ。なんかそのムラがありますね。言うことは言うけど用意はしてないわけよなんかどっか抜けてるんですね。まあそれが人間味があって面白いっちゃ面白いけどね、はい、うんうん、まあでもどうですか、まあね、今言った豊さんがおっしゃっていたようなことをこと注目ポイントにしながらこの交流戦を見ていく、まあ、そうだね、うん、まあ、俺はセリーグはね、はい、セリーグの方が強い、うん、まあバッター的には優秀なバッターが多いんじゃないかとは言ってるけども、はい、まあこれはやってみなきゃわからないしな。そうですね、うん、まあ佐々木朗希が、はい、帰ってきてどっかでノーヒットノーランやるかもわからないし、去年もノーヒットノーラン、あ、まああれはその前でしたね、あれはね、今永がやったんだよ交流戦で。あ、そっか、うん、今年まだ出てないですね誰も。まだ出てないな、9回まで行ったか、行ったのありましたね、あったな、はい、1回だけ、1試合だけ、うん、まあそんなに簡単に出ることはないけどもね。そうですね、まあだけど監督采配とか、はい、そういうのも面白いよ。そうですね、交流戦はまた違いますもんね、うん、またパリーグがセリーグの本拠地に行けば DH 使えないとなると、うん、じゃあどういう野球をって、
あとは今日平内が投げるでしょ、先発で。そうです、そうです、巨人。これも注目だよな。で、菅野が帰ってくるっていうし、菅野投手間に合ったんですね。なんか交流戦から帰ってくるんじゃないかっていう話もあるし、うん、はい、まあ、入ってまともに投げりゃやっぱ追い上げ体制整うしね、はい、うん、だからこのウォーカーを DH で使えるときに使っとかないとそうです、セ・リーグに戻ってきたらね、本拠地が。ウォーカーは大体 DH になると思って日本に来てるわけだからならないんだよ。ならないですね。大反対食らってるわけよ。そうですね、巨人だけはねしたいんですけどね、なかなか。そうです、俺は守備なんかやったことねえそうそうですよね。だからそれでもやっぱバッティングはやっぱ抜群だからね。いいですもんね、うん、だからやっぱり交流戦になればウォーカー選手が活躍っていうことです ね、まあね、DeNA はオースティン、はい、ね、まあ、川端、松山とか、はい、ね、これじゃあ阪神はその与座投手だから、まあ、ミエセス選手を DH じゃないとなれば、これあのアンダースローじゃないピッチャーが来ればもちろんミエセス選手が DH に可能性もある、ね、可能性もあるし、うん、打ったらさ、はい、やっぱちょっと使うかもわからないしね。あ、その状態、この西武3連戦を使うっていう、あ、前田選手を可能性があるよね、はい、まあ、ミエセスはもう分かったから、うん、打ってくれるっていう、はい、だから他に打てる人間を余裕があるよ。まだ、まあ、そこら辺の岡田監督のさ、はい、戦略っていうのはさ、やっぱすごいな。いや、もう見ててすごいですね、うん、面白いし、ね、まあ、パ・リーグの場合は、まあ、セ・リーグの本拠地に行った時ね、はい、やっぱピッチャーを入れた時にピッチャーがどういうバッティングを持ってるかとか、はい、まあ、そういう楽しみもあるし、あの、どういう系統に行くのかね、はい、これ慣れてないと結構難しいからね。そうですよね。でセリーグは DH を誰を持ってくるのかとか、うん、でそういう時に采配をどうするのかとか、うん、いやー楽しみだね、今日から。そうですね、6月18日まで交流戦行われるので、はい、はい、今言った注目ポイントを見ながら楽しんでください。はい。